はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、じゃあちょっと続きからやっていきたいと思いますと言いたいところなんですけれども、ちょっと先に進んじゃいました。前回ですね、ラクリーカの、時計台のところから浮遊城に乗り込もうとしていたところでしたけれども、まあ結局浮遊城は移動して、まあ、逃げちゃったので、まあそれを追って新しく、大陸に来たところですね、船で右下の方の大陸にいます。ちょっとここからやっていきたいと思います。じゃあちょっとこの廃屋に入りましょう。なんか人がいる。だ、大丈夫ですか？なんだ、腹が減ってるとかどうせ言い出すんだろ。ほら、あら、な、何か食べ物を。お、お稲荷さんはないと思う。クロワッサンだって持ってんだ。お、確かにキツネっぽいな、こいつ。いや、それは全然いいんだ。ああ、私の名はヨーコ。温泉郷湯の花の姫じゃ。姫、私には兄がおってな。それから一向に戻らない兄。お兄さん。なるほど。そうしてあちこち歩き回っておったところ、お、浮遊城か。何やら恐ろし、空飛ぶし。知っておるのか？僕らはその城を追ってるんだよ。あれは…カッカ火山か。そう、じゃあ早速俺たちも向かいます。あ、でもヨーコはどうしよう。いや、ずっと一人で旅してきたんだから大丈夫だろう。そなたたち旅人なのであろう。ならば私も厚かましいやつだな、こいつ。そなたたちについて歩いているうち、それにここに一人でいても、確かに一人じゃ心細いからな。というわけで頼む。そなたたちの邪魔をしてたから。いや、でも飯代くらいは稼いでくんなきゃ困るよ。参ったな。ティーズさん、かわいそうですし。そうだね、魔物や帝国兵が出てきたら。いや、自分で戦ってほしいんだけど。うん、そうだね。よし。おお、戦ってはくんないのか。完全にお荷物だな、そうすると。まあでっかいテント持ってるしな、こいつら。それにしてもたった一人で、今までたった一人でやってきたんだろ。そうであろう。でも、人、ま、子供扱い。あら、いや、あれは四人ぼっちで旅をす。そ、うん、てか姫なんだから、もっとさ、兵隊連れてくればいいのに。私は、この衛兵とかいるんじゃないの。姫と、さ、新大陸の敵どんな感じだ。リピートになってるからな。お、また帝国兵だ。基本帝国兵か。前線魔導兵、前線盾兵、前線憲兵。盾兵は多分魔法を使った方がいいから、憲兵を殺してイデアで、ファイアとかでいいかな。エアローラーとか絶対はもったいないし、とりあえずファイア、ブリザード、間違えた、サンダー、うん、どれが弱いか確かめよう。で、マクノリアはこの前線魔導兵を倒す。で、ティズもこれでいいや。よし、行け、ファイア、ブリザード、サンダー。サンダーに弱いな。倒せなかった。ただ攻撃力めっちゃ強えな。オッケー。行きがけのダチン。255円か。そこそこだな。この前線基地みたいなところ行くのかな。あれ、ちげえな。こっちか。直前で敵が出てきた。おお、なんだ、強そうだ。マジか。とりあえず攻撃で。バルトラ、イデアも攻撃でいいや。とりあえず全員攻撃で倒せるかどうか。おらおらおら、よし、倒せんな、これはいける。行きがけのダッチも発動したし。
うん、なんとかなった。魔獣の肉入る。夜だけどいいの？一晩中歩いてたのかこいつら。俺のクロワッサンがなくなってる。パクられた。ふざけんなこの狐野郎。私じゃ。うん。あ、俺のやる。ほっぺがダメだよ。てかどうやってパクったんだ。すげえな。パクられた方が悪いだろこれ。いやいいんだよ。なんと。うむ。まあ一晩中歩いてたからな。不服というのか。右大臣以上となると。右大臣になれるのかいいね。私は父上に変な婿を選ば政略結婚か。待て待てだね。大変だな。曖昧なタイプ。まあまあ。それはあんたの。おお、エイゼン大橋。ここなんだっけ？なんか全然覚えてねえな。あなた方は。お久しぶりです。グッドマン司令。よく覚えてんな。ティズさん。はい。これは申し遅れました。軍事司令官か。私、エーゼンベルグ軍の司令官を務め。グッドマン。政教騎士だ。おお。グッドマンさんには私もティズ。そんな内戦終結のためにその説は。いやいや、そんなことしたっけ？帝国軍が攻めてきました。ここにも帝国軍が。それがたったの。グッドマン司令、敵襲です。来たか。何？また例の例のあれって。狙撃兵か。亀みたいに閉じこもってたら。くそ、よし。このままここにいても拉致が開かないだろうが。行くぞみんな。ほら命令違反はダメだ。ほら命令違反するから。あま、うちの銃は絶対命中。狙ったよ。そう。あの女ただ一人のせいで。この橋を通らなきゃ。よし。うん、行くよみんな。え、戦闘？はい、わかった。ならば私は応援って何にもならないだろ。あんたら直接会うんは初めてじゃねえ。挨拶？狙撃だよ狙撃。ラプリーカで打ち込んだあの一発のことや。なんだって？どうね、ビビったじゃろ。ダーリン言うてくれたわ。うち、あ、そうじゃ、メイドの宮、うちのダーリン、かっこよ。いや、あんたらブチ回したら、うーん。ちゅうわけで、ダーリンとうちの愛のために、結構唐突に戦うな。向かう！撃たれた？おお、なるほどな。え？まあ、ほじゃけど、あんたらが避けた弾、どうなるかね。誰かが犠牲になったか。うわ、グッドマン、めっちゃ強そうな鎧着てんのに。これがうち、途中で弾の軌道変えて、他のやつに当てるのなんか、お茶の子。どうするん？銃弾。まあ、そん時は、あんたらじゃない。これはまずい。撤退か。戦わないみたいですね。グッドマンさん、すまん、避けたせいで。傷が深いな。急いで手当てして。よし、ケアルだな。ハルトシルトという町がある。てか撤退しようって言ってよくあいつ見逃したな。大陸間も狙撃できるのに。なんで見逃すんだ。いや、頑張ってるね。うん、頑張ってるよ。おかしいだろ。あいつ一人でこの基地制圧できるはずなのに。こっちの方の町か。
敵は出なかったな。なんかやけに賑やかだな。攻められてるっていうのに。大丈夫かこの街。ここが果て。あ、そうなの？内戦が終わった。それより早く。エレオノール、グッドマン氏、ご夫婦揃って立て。ほんと惜しい。ああ、つがいがいつも惜しい通り。さすがです。はいはい、ティズ。おっと、そう。めっちゃにぎやかだぞ。とりあえずちょっと魔法屋さんに行こう。どんな魔法が売ってるか。あ、竹ギフト、マジックパワーを与える、シャイニング、あ、光属性いいね、安ダークネス、闇だよね。あー、黒魔法、白魔法はないっすね。ちょっとセーブをしよう。よーし、あとは武器屋さん。ちょっとお金がないな。もう本当に金不足だな、このゲームは。買う。お、高え、ディフェンダーとか全てが高いな。全部は攻撃力上がる。なるほどなるほど、全然金が足りないな。カレッジリングって何？恐怖を無効化か。じゃあちょっとこいつの家に行きましょう。ん？誰に話せばいいんだ？こいつ？エレオノールさん。あらまあ、お久しぶりです。うん、まあ元気じゃないやつが一人いるけどね。私は元気だったけ、実は指令が。ケアルラかけろよ、まず。大丈夫そうです。ええ。な、しばらく休んでいれば。そうですか。お医者さんって何なんだろうな。白魔道士なのかな。こんな町の様子。ええ。それは、ここ、ハルト祭り。帝国が攻めてきた今、お祭りどころじゃん。こんな時だからこそ、人々を元気づけるべきだ。費用も一部寄付してくださって。なるほどね。はい、いろいろなお店が出て、それぞれにぎわっ、とりわけ人気なのがお祭り。そのお菓子が美味しいこと。へえ、あんなに評判になるほどのスイーツ、お召し上がり。私も先ほど食べてみましたが。うん、私も。おお、まあまあ、ここまで戦ってばかり。うん、それがよい。そうか、お菓子屋さんに行けと。どういう話の展開だ。え、印ついてるけど、これ、こいつあれじゃん。ダーリンじゃん。いや、絶対毒入ってんだろう。あ、サビ、すご。おや。いや、毒盛られるぞ。ようこそいらっしゃいました。私、今日はハルトシルト。天井。自分で言うのもなんですが、一口食べれば、天、その味わいたり。うん。皆さん。高そう。こいつのケーキ。死ぬほど。私のよ。関係なくね。ゴーゴー、すごい。ここまで言われると だね。ええ、もちろんですよ。おお、そんな、私ダメよ。え、お、毒入りだぞ、毒入り。危なかった、毒入りパンケーキを食わされるとこだった。お客さん、わじゃれ、ま、他にもいろいろ。ほらほら、
分かったわ。それがよさそう。いやー、危なく毒入りパンケーキを食わされるとこだった。他の店とかあんの？なんで他の店回んないといけないの？あ、なんだろうこれ。金魚すくいって言うんです。温泉郷湯どうですか？お客、面白そうよ。金魚すくいか。よーし。お、私たちお邪魔み、私もぞ。いいじゃない。あ、これ袖を引くな。金魚すくいやらされるとかないよな。あ、ないね。すげえな、いきなり取ってる。あれ、破れちゃった。破れてないよ。惜しかったわね。やるな。コツをつかめば簡単よ。うん、そうだ。置いてけぼりだ。ちょっと、あ、ま、ん、まだポイは破れていないぞ。考えてみれば、たまには。お、なんか。ん？あ、いや、ええ、だ。結局金魚すくいやんのかよ。気をつけて言う。その水面をえぐり込むように、髪の部分に。こ、完全にコツつかんでんなこいつ。そしてめっちゃベタだな。でもお金今1600円しか持ってないから、そんないっぱいできないと思うよ。金魚すくいって一回確かなんか300円くらいかかんなかったっけ。ただでやってんのかこいつら。お花はいりませんか。いや、そんなお金持ってない。ルクセンダルクには式では花はすごく、まあ確かに式に花はないだろう。うむ、さすがは右大臣。右大臣よ、私はこのオレンジの花が気に入ったぞ。いや、金がないって。いくら？え？はい、どうぞ。おお、こっちの青いの。あの、二人の女性に。え？だってその結婚をも、ちょっと待って、マグロ。それは What are you saying? じゃあ、あの花に着付けの効果があった。やばい、気まずい雰囲気になるぞ。言うの、この状況は私のせいではあるまいの。お前のせいだな。逃げた。しかも呼ぶのかよ。グトマンさんの様子が心配。ま、待って、ねえ。なーに、それにしても。お前というやつは。あら、お戻りですか。はい。おかげさまで、大丈夫そうですが、お腹が減ったというので、例のケーキを。そっか。いや、例のケーキはまずいぞ。皆様にはよろしければ今日は。いいんですか？いきなり5人も泊まれんの？うん、まあ、結構でかい屋敷っぽいからな。あ、おはよう。言ってもあれはなんていう。でも、おはよう。お、昨日は。いや、でも。ううん。おはよう。エレオノール、エレオノールさん、そろそろ僕たち。お、パンケーキ効果か。どうして。エレオノールさん、やはり毒が入っていたか。あ、宝箱残り2個って書いてあった。誰もいない。毒じゃなくて催眠術パンケーキか。なん、町中でどこかへ。ハルト、ああ、
あ、いいぞ。なんていう。うわ、手帳がどうかしたのかい。破られてる。人生とは玉ねぎである。いくら向いても真実。今回はね、君たちに謝りたく、とにかくこれだけは信じてほしい。完全にストーカーだな。あ、誰です。私じゃない。私でも。で、どう。ちょ、ちょ、だいたい、ユーゴ、この内容から察する。うん、そう。ほ、ほれ見ろ。ということは、そうか、この紫のペンの人は俺たちについてきてる。さすがティーズ。ぬぐぐ、犯人は海とやす。みんな町の様子といい、アスタリスク所持、注意して。よし、注意して宝箱を探そう。ここも2つあるな。でもなかなかね、難しい。お、町っていうか店に入れない。店のやつらもいなくなってんのか。とりあえず買っといてよかった。危ない危ない。で、こいつは元気と。頑張ってるよ。この先っちょなんかアイテムありそうだな。ちょっと行ってみよう。ほら、あった。ボムの右腕。こんなとこにボムの右腕が落っこってんのか。よし、じゃあちょっと外に出ましょう。あ、なんかいる。誰これ。あ、あれは。いきなりかよ。ヨーコ、なぜここに。侍みたいなやつだな。兄様を探して。さようであったか。無事お兄さんと出会えたね。じゃあ、さよなら。お兄さんの前では。旅のお世話になった方々です。いや、おもりをね、一人で難儀していた。なんと、それがし、ダンザブローと申す者。おお。ところで、ダンザブロー。そうなの。ともあれ、ヨコ、一度それがしと共に国に帰ろう。はい。ですが、兄様。俺たちも橋を渡りたいのですが。ああ、そうか。であれば。ほ。お前らがおとりになれ。ダンザブロー二刀流だったな。刀二つ持ってたな。あ、青イベントがある。ちょっと青イベント行きましょう。遠いな。前線基地は無視。味方のブレイブアターク。小野兵と憲兵だけだから攻撃でいけるな。ほら、めちゃ強えな。行きがけの打診。いや、やっぱ三刀流にした方がいいな。攻撃力が違う。でもな、防御力超弱くなりそうだからな。青イベントを目指して。おっと、夜になるな、このままだと。うわ、また出てきた。でも攻撃できる。殴れ殴れ。三刀流が強い。とりあえず押していけるな。というところで、じゃあ次回はちょっとこのまた青イベントからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。